俺は今日も空を見上げる。この何もない場所では、何もない空から物が落ちてくる。丸いもの、角張ったもの、柔らかいもの、時々おっかないものにも出くわしたりする。前触れもなく落ちてくるから、最初は驚いた気もするけど、どうだったかな。ずいぶん昔のことだから覚えてないや。物が落ちてくるのは当たり前。多分だけど、この世界にあるものは、そうやって全部、空から落ちてきたんじゃないかなって、俺は思ってる。そうした落ちてきたものを利用して暮らすのが、俺にとっての日常だ。そこら辺に落ちたものは、食べられるものや使えるもの、いろいろ。自分でも不思議だけれど、落ちてきたものの名前や使い方は最初からなんとなく分かった。たまによくわからないものも落ちてくるけど、それも念のために取っておく。いずれ使い方がわかるかもしれないと思いながら。俺がここフィルージャに存在してから、そんなことの繰り返しの毎日、ずっとこの場所で暮らしていた俺は、そばにいてくれるこいつ、相棒のパッチと一緒に、そうやってずっと暮らしてきたんだ。俺たちの世界、俺たちだけの世界、そう思っていたんだ。何が落ちてくるかな。喉が渇いてるし、みずみずしくて甘い果物でも落ちてくるといいな。たまに同じ形でも酸っぱかったり渋いものもあるから、その見分けがつくようになるといいんだけど、それかあったかいやつでもいいな。肉まんとかあんまんとかって食いもんのことしか話してないな、俺。腹減ってるのかな。なんだよパッチ、そんな目で見るなよ。いいだろ、腹減ってるってことは元気な証拠なんだし。それよりパッチ、お前は何が落ちてきてほしい。やだ。そっか、俺と同じ食いもんか。やっぱり俺たち気が合うな。そりゃそうだよな、お前と言葉が通じなくても何を考えてるかくらいはわかるよ。俺とお前、この世界で二人っきりの大切な相棒なんだもんな。ミャグミャグ。なんだよ、じゃれついてくるなって。くすぐったいな。落ち着けよ、嬉しいのはわかったからさ。あっちの方か。何が落ちてきたんだ。ミャグー。ああ、待てよパッチ、早いって。ミャグー。分かったよ、今すぐ行くから。
あい、ってハサ、大丈夫か？うん、危なお兄ちゃんが受け止めてくれたから、ありがとう。そうか、よかった。にしても、ここはどこだ？大樹の森じゃないな。見覚えのない景色だ。だだっ広い平原にいろんなものが無造作に刺さってる。で、どう見ても壊れた家じゃないか。こっちに鳥あるよ。倒れてるけど。起用会シルターンの建物まで。ということは、こっちのひしゃげた金属片は機械ロレイラルのものか。俺たちみたいに落ちてきたっていうのか。どう考えても普通じゃないぞ。やばい気がする。そうだ、アメル。アメルはどこだ？ついさっきまで一緒にいたのに。お姉ちゃん、どこ？わからない。もし一緒にどこかへ飛ばされたのなら、近くにいてもおかしくないはずだが。まずはアメルを探すとしよう。この場所合流することが先。ハッチ、この辺か？何か落ちてきたって場所は。何も落ちてないぞ。本当にここなのか？ヤグ、あ、わかったから怒るなよ。誰だこいつ。西王国では見かけない変わった格好をしてるけど、なんだか変な動物を連れてるぞ。召喚獣なのか。ハサ、あいつらは悪いやつか宝珠でわかるか。ちょっと待って。あれ、宝珠、力が出ないよ。なんだって。大丈夫。綺麗なここを。悪い人じゃないみたい。それに、そばにいる子。あの召喚獣か。あの子となら友達になれそう。よし、それならここがどこか教えてくれるかもしれないな。それにアメルを見かけてるかもしれない。思い切って声をかけてみるか。パッチ、別の場所を探そうぜ。ミャグ、なんだよ、どうかした？いや、君はこの辺りに住んでるのか？出たな、ジル！こいつで懲らしめてやる！待て、俺たちは怪しいものじゃない。だから落ち着いて槍を下ろしてくれ。そう言われると余計怪しいって！喋るジル？まさか、新種発見なのか？は？お兄
兄ちゃん、やっぱり怖い。心配するな、ハサハ。俺がついてるから。けど、彼も相当に慌ててるみたいだな。ジルじゃないって、どういうことだよ、パッチ。まさか、落ちてきたのは、こいつらか？やだ。なんてこった。すげえぞパッチ。ミャゴが、すまないけど君、ここがどこかだけでも教えてくれないか。どこって言われてもここはフィルージャだよ。あとは森とか原っぱとかで名前もないし。フィルージャ、ハザ知ってるか。だよな。リーンバウムの地図で言うとどこなんだ。リーンバウム、食べ物の名前か。なんだかすっげえうまそうな感じだな。リーンバウムを知らない。でもなんか初めて聞くのに切ないっていうか胸がキューってなる名前だな。なあハサハ、落ち着いて聞いてくれ。どうやら俺たちリンバウムとは違う別の世界に飛ばされちまったらしい。で、全然怖くないの。お兄ちゃんが一緒だから平気。光に包まれてふわっとした時気づいたの。シルターンから呼ばれた時と似てるかもって。召喚された時と同じってこと。ポンポンってことはやっぱり俺たちは異世界に召喚されたってことか。誰の仕業なのかはわからないけど。ん？どうかしたか？君が俺たちのことを召喚したのか？召喚？なんだそれ。やっぱ違う。前、ああ、名前ね。ラージュって名乗ってるぜ。名乗ってる？頭の中に浮かんできたのを自分でつけたんだ。結構気に入ってる。お前の名前は？ああ、俺はマグナだよ。こっちの子はハサハ。マグナにハサハか。よろしくな。なんかすっげー嬉しいな。こんな風にきちんと話ができる誰かと出会ったのは初めてなんだ。そうなのか。うん、俺はずっとこいつと二人っきりで暮らしてたからな。ミャグミャグ、その子のパッチだよ。俺の相棒さ。護衛獣じゃないのか。パッチはパッチだ。護衛獣なんて名前じゃないぞ。いや、名前じゃなくてさ。この様子だとラージは召喚術について本当に何も知らないみたいだな。たまたまここに居合わせただけってこと。なあなあ、召喚とか護衛獣とか何なのか説明してよ。すっげえ気になるって。ああそうだよな。じゃあ簡単に説明するけど、他の世界の連中を呼び出す魔法か。すごいなマグナは、そんなのが使えるなんてさ。ああ、その召喚術で俺が起用会シルターンから召喚したのがアサハなんだよ。ずっと一緒に暮らしているんだ。そういう存在を俺たちの世界では護衛獣って呼ぶのさ。なんかややこしいけどさ、つまりアサハはマグナの相棒ってこと？まあ間違っちゃいないかな。どうした？ハサ、カメラお姉ちゃんのこと探さなくていいの？そうだった。どうかしたのか？急に慌てたりし、連れの女の子とはぐれちゃったみたいなんだよ。アメルって言うんだけど、多分一緒にこの世界に飛ばされてきてるはずなんだ。そりゃ大変だ。
どこに落ちたのか急いで探さないと。手伝ってくれるのか？当たり前だろ。だってマグナたち困ってるんだろ。うん。なら手伝うさ。俺もっとマグナたちから話を聞きたいし、アメルって女の子にも会ってみたいし。そミャグミャグ。そっか、ありがとうラージュ。どういたしまして。なあ、このフィルージャじゃ人や物が落ちてくるのって当たり前のことなのか？物はしょっちゅうだよ。生き物と出くわしたのは初めてだけど、俺とパッチはさ、そうやって空から落ちてきたものを利用して暮らしているんだ。ここではみんなそうしてるのか？他の人のことは知らないな。そもそも会ったことないもん。言っただろ、俺とパッチの二人っきりだって。ああそうだったっけ、ごめんごめん。だとするとそう簡単には帰れそうにないぞ、これは。どうしたハサ？一つ訂正。マグナたちみたいに話の通じる相手は初めてだけどさ、言葉の通じない、得体の知れないおっかない奴はいる。な、はぐれ召喚獣？よくわかんないけど落ちてきたものの近くに出てくるんだよ。だからその女の子も早く見つけてあげないと。危ないってことか。マグナ、剣が使えるのか？まあ、それなりにね。よし、だったら二人で力を合わせてこいつらを追っ払おう。わかった。俺の番だな。こんなとこかな。行くぞ。よし来た。はっ。俺の番だな。これでどうだ。
さてと。ここらでビシッと決めないとな。とっておきの一撃受けてもらうぜ。用心していこう。よし、よっ、よし、よし、頼んだぜ。力が溢れてくる。けー、強化だ。よし、こんなとこかな。さてと。力を合わせよう。よし、行こう。よし、行こう。よし、行こう。力を合わせよう。力を合わせよう。力を合わせよう。よっ、よし、来た。せい、せい、俺の番だな。頼んだぜ。力が溢れてくる。けー、見せてやる。これでどうだ。よし、こんなとこかな。さてと。よし、来た。これがローラーの力だ。なんてね。
さてと。よし、行こう。
俺の番だな。よし、こんなとこかな。行くぞ。気を抜く暇はなさそうだ。とっておきの一撃受けてもらうぜ。くらえ。よし、これでどうだ。よし、こんなとこかな。よっ、せい。頑張る。おしまい。さてと。この調子で行こう。これでいいかな。頑張る。よし、俺の番だな。それ。よし。よし、こんなとこかな。行くぞ。これでいいかな。俺の番だな。それ。よし。よし、こんなとこかな。それ。頑張る。俺の番だな。よし、こんなとこかな。
よし、それ。アサハ、逃げない。俺の番だな。よし、こんなとこかな。
よし。さてと。これでいいかな。俺の番だな。はっ。これでどうだ。行くぞ。これでいいかな。頑張る。おしまい。そら。さてと。よし。よし。行くぞ。よし。よし。それ。よし。よし。こんなとこかな。行くぞ。よし。ハサハ、逃げない。おしまい。せい。よっ。よし、来た。さて。よし。よし。頑張る。さてと。よし。俺の番だな。そら。よし。こんなとこかな。ハサハ、逃げない。さてと。よっ。よし。よし。よし。こんなとこかな。この調子で行こう。やっと終わった。早く帰って昼寝にしよう。
よし。はっ。よし。さてと。これでいいかな。頑張る。行くぞ。よし。アサハ、逃げない。当たってない。はっ。よし。俺の番だな。行くぞ。せい。この調子で行こう。よし。頑張る。おしまい。怖かった。おしまい。俺の番だな。はっ。よし。よし。こんなとこかな。行くぞ。これでいいかな。行くぞ。よし。はっ。これでどうだ。よし。行くぞ。よっ。よし、来た。
これでいいかな。頑張る。お、おしまい。よし。その程度か。よし。よし、こんなとこかな。さてと。よっ。よし。よし。よし、こんなとこかな。逃げない。おしまい。さてと。よっ。この調子で行こう。これがローラーの力だ。なんてね。